よし、ここは譲れないわ。キャッチ、ジャッ、手段は選ばないわ。キャッチ、ジャッ、セッ、ヘッ、ヌッ、ガッ、ハッ、キャッチ、ジャッ、ハッ、キャッチ、ジャッ、セッ、ジャッ、キャッチ、ジャッ、セッ、キャッチ、ジャッ、ガッ、セッ、ガッ、キリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。うわぁ、セッ、キャッ、ヘアー、セッ、ジェー、手段は選ばないわ。セッ、ヌッ、ガッ、セッ、ハッ、ヘアー、セッ、私の番ね。ヘッツ、ヘアー、セッ、ヘッ、キャッチ、ジェー、ヌッ、ガッ、セッ、キャッチ、ヘアー、セッ、ハッ、ジェー、手段は選ばないわ。ジェー、やられたらやる。今回は何が手に入るか。ジェー、何が手に入るか楽しく、負けるものか。ふっはっ、わかったわかった。修行の代わりに名先輩の愛が欲しいな。ショータイム始まりだ。わかった。ふっはっはっ、やっ、あー、グングニールファイヤー、チャージ完了。今回は何が手に、やられたらやり返す。バイライデンチャーム、セッ、ハッ、ヘア、セッ、ハッ、キャッ、ニュッ、私の番ね。セッ、ハッ、セッ、ハ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 ッ、ヘッ、ジェー、疲れたわね。早く帰ってお風呂に入りましょう。ふぅ、ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。うん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出、ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ。崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？
女の子にこんなことして、だからモテないのよ。選ばない。
出ちゃった。今は情報を早く本部に報告し、 S 級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは密者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるの。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意志で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。ちょっと不安かも。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。ヤッホッパンホッ、ノクト&ローネット、はっはっはっ、ノクト&ローネット、はっはっふっはっはっはっせっ、わたしの番ぬっ、せっ、へっ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 、私の番ね。せーやはっせっへぇせっへっせっせっへっせっせっ。艦長、次女の子にそんなことして、だからモテないのよ。せっ
よし。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。